田中さん、おやすみ。エックさん、今日日本語の勉強はしたの聞く。毎日1時間は日本語の勉強するって言ってたよね。あ、えっ、ー、と、その、しようと思ったんだけど、ちょっと忙しくて、時間がなかったんだよね。時間が、ない。ひっ。だって、 本当に忙しいんだもん。勉強したかったのに、忙しすぎてできなかったんだもん。泣いたって無駄だよ。じゃあ、X さんの一日がどんな感じか教えてよ。まず、朝は7時に起きて、その後1時間朝ごはんを食べたり、ヨガをしたりする。9時から12時まで仕事。1時間お昼休みがあって、 1>, 1時から6時までまた仕事。6時から8時まではタップダンス教室。8時からは夜ご飯を食べたり、ドラマを見たりして、10時に寝る。ほらね、時間ないでしょうーん、確かに忙しそうだけど、X さんに一つ紹介したい言葉があるよ。何隙間時間。 隙間時間って何隙間っていうのは短い間っていうこと。つまり隙間時間は時間と時間の間にある短い時間っていう意味だよ。X さんの一日は確かにスケジュールが詰まっててまとまった時間を取ることは難しいけど、隙間時間を使ったら日本語を勉強する時間を見つけられると思うよ。 どういうこと例えば、朝、準備をしてる時の10分。仕事に行く電車の中の10分。お昼休み、ご飯を食べ終わった後の15分。タップダンス教室に行く電車の中の10分。寝る前、眠いけど頑張って15分。で、全部で1時間。他にも、 歯磨きしてる短い時間に日本語の YouTube を見たり、トイレに入ってる時間を使って単語を暗記したり、毎日することと日本語の勉強を組み合わせると勉強を習慣化しやすいよ。なるほど。確かによく考えたら忙しくても日本語を勉強する時間はありそう。でも、 10分とか15分とかの短い時間でどうやって勉強するのシャワーをしてるときなんか教科書は見れないし。教科書を開くだけが勉強じゃないよ。例えば朝起きたばかりは眠いから日本語のリスニングをしながら朝の準備。電車の中では単語帳で単語を覚える。シャワーをしてるときは 今日覚えたフレーズを思い出して日本語で一人ごとを言ってみる。寝る前は日本語で少し日記を書いてみる。30分でも15分でもいいからできるだけ毎日日本語に触れてほしいな。わかった。これからは忙しくても隙間時間を見つけて毎日少しでも日本語を勉強できるように頑張るよ。ちなみに 自慢じゃないけど、週末は一日14時間日本語の勉強をしてるよ。え、14時間もそれはすごいね。週末の一日のスケジュールはどんな感じなの